안녕, 발푼테, 제리그 사커 채널에서. いと,ということで、今回、現地観戦の金 J ということで、えっと、リーグ戦でいうと、前回のゲームに引き継いでですね、グランパス戦に引き継いでのえ現地観戦とえなります。まあ、ちょっとたまたまね、予定も空いておりますし、まジ J リーグもこの日は金 J しかないというところで、本当ね、たまたまえ休みというところなんで、まあちょっと久しぶりにね、スタジアムグルメ等もね、え天気さえ良ければね、ちょっと天気が怪しいみたいな話もね、 ありますけども、天候と僕の体調がね、えー、万全であればね、えー、ちょっとね、あのスタジオの近辺はうろうろとしようかと、えー、思ってるわけでございますけど、さあ、そう、リベンジですね。えー、ほんと1週間前に悔しい思いをした SC 東京のゲーム。まあでもね、いい形でね、90分間、 戦い抜いたのはサガン鳥栖でありでただ結果としては SC 東京が勝っておりますのでただまあ本当にリベンジというところだけじゃなくてねやっぱりこうもう前半戦も終了間際になってきておりますのでしっかり勝って後半戦に弾みをつけるためにもこの試合の勝利は必須といったところでしょうかね。というところでじゃあ見ていきましょうかねこちら鳥栖 SC 東京というところでサガン鳥栖現在勝ち点1417位と。 いうところですね実はトスは先週、えー、ゲームがなかったんで未消化分が1試合ありますね、えー、マイナスの ACL のスケジュールの関係上サガン鳥栖は、えー、ゲームが1試合。 少ないといいとう状況でございます、まあ、1試合消化少なくてもね残留圏内にいるというところはまあ前向きな、ね、ところになるんじゃないかというところですよね。で、SC 東京は勝ち点23で9位というところで、まあ、SC 東京ねやっぱ浮き沈みが激しいかなという感じがしていますがただ、どっちかというとまあ沈んでいっている SC 東京という直近の。 結果には、えー、なっておりますねサガン鳥栖はまだ直近5試合2勝3敗、まあ、一番悪い時はは、ね、達、えー、することができたのかなという、えー、ところでございますね、えー、2勝3敗という直近5試合ですで、えー、C 東京が1勝2分けの2敗と。 いうところで前回、ガンバ大阪戦ねまあ勝ちきれそうなところもあったガンバ戦 SC 東京目線でとまあ勝てたかもねっていうところですけどやっぱ徐々にこうゲームが進むにつれねガンバ大阪ペースになっていくみたいななんかちょっともやっとする展開になった SC 東京まあ悪い流ればっかりじゃなかったけどまあいい流れの時に点取るかどうかとゅう本当分かりやすいえところだったんじゃないかっちゅうイメージのえーガンバ大阪戦には なってきますでここから SC 東京は鳥栖、ジュビロ、えー、湘南というまあ比較的こう順位が下、ね、位クラブとの対戦が続いていきますんでまあ、ここしっかり勝つことができるかどうかでこの試合を終えれば、えー、中断期間ですねまあ、もちろん途中カップ戦が入るところもありますけれどもまあえー、基本的にはリーグ戦は中断期間に入りますんでまあ、いい気持ちでね、えー、リーグ戦のまあ、中断期間に。 入りたい。そしてトスはまあ、えー、福岡とのねダービーも控えておりますんでね、まあいい気持ちで中断期間に入るためにもこの試合の勝利は必須と、えー、いたとこでしょうね。でこちら、これが、えー、通算対戦成績ですね。トス SC 東京実は通算対戦成績14勝15敗と。 いうところでまあほぼ互角というところでしょうえー、とだから僕はこの5010で勝った試合は実はどっちも現地観戦しているんですね、えー、だからそうか、50で勝ったゲームも僕この試合、現地観戦。 しししましたし一度で勝った去年、川田選手がゴール決めた試合ですよねも、えー、見ておりましたんでまあ、えー、自分で言うのもあれですけどもまあ3年連続でね FC 東京との試合を見るっていうねまあ僕は土日が休みとかね J リーグにね合わせたこう勤務のスケジュール仕事のスケジュールじゃないんで行ける試合、行けない試合とかね あってそんな中でまあ3年連続で C 東京のゲームなかなか多分3年連続でね、えー、見に行けるところってないと思います、多分ね C 東京ぐらいじゃないとか、まあ、福岡とか、えー、浦和とかとかにはなってくるでしょう、ただ3年連続でね見ることができますし、エキスタデーでうと僕はね個人的には2連勝中なんでね、えー、3連勝だから、まあ、僕という、ね、縁起物がねこの試合、えー、どうなる、どっちに働くか中というところでございましょうかね。でこちら これが前回両チーム先発メンバーには、えー、なってきます。トスはここから出場停止の選手、そして、えー、契約の問題で木村選手が出られない等で、だいぶね、最終ラインはメンバー予想がある意味でしやすいかなというところで、多分センターバックには山崎選手、えー、キム・テヒョン選手の2センターバックでいくでしょうし、で右に誰が入るかでしょうかね。 まあ、ウイングのところ、横山、富樫ていうねなかなかいい,い,いコンビがいます、左の横山選手のクロスに対して右の富樫選手が突っ込んでくるみたいな、本当、ね、非常に左右の、ね、こうタイプが違っていて、ね、お互いの良さを出してるんじゃないかというところで、その間には福地選手いますので、長沼選手は一列前で使う必要はなくて、ってなると右のサイドバックは長澤か長沼かでいうと、やっぱ長沼選手の可能性が割と。 高いのかかなっていう感じしますだから右予想するのであれば右に長沼選手で左に丸橋選手とか吉、まあ、東京戦で、ね、いいプレーもあった北島選手を使うというのも一つの手かもしれませんし、まあえー、普通に当てはめれば丸橋選手かなというのもね。 あるんですけども、まあ、どんなメンバーになるか、まあ、サイドバックはただ,ただ本当、ね、メンバー的にもそんな、ね、豊富なとこでもないしチーム事情がチーム事情なんでそんな選択肢が少ない中で、まあ、どう戦うことができるかどうかというところでしょうで、まあ、ボランチャーは、ね、川原、手塚のコンビで行くでしょうし、まあ、調子がいい横山、菊池、富樫、丸薄の悲願とつからしたら右肩上がりいい、ね、シーズン、夏場え折り返しを迎えようとしておりますので、まあ、変にいじることはないかなという感じが。 しま,すまあ前線ボランチとかそれより前に関しては多分このまま行くのかなっていうところでしょうかねで SC 東京はディエゴ・リベダラがワントップなのかそれともまた中川選手荒木選手がね0トップ気味で。 使わるるのかとかかとまあどうなるか最近、右は、ね、安西選手が、ね、使われたりもしてますしでサブには遠藤選手もいて中川選手もいてみたいな、で小頭選手もいて中いうなか,なかに全然破壊力があるメンバーがそうやっておりますので、まあ、正直、どんな組み合わせだっても、ね、その特徴を出すことができるんじゃないかというところでしょうで、やっぱ小泉まあ、フルス体制になりますけれども小泉選手がいて高選手がいてコ、まあ、選手はカバーリングエリア守備でも頑張れますし後ろから攻、ね、撃のスイッチを。 いることができますんでまあ、ちょっとボランチのとこはねこの小泉高、えー、選手中タイプが違う選手プラスまあ松木クリューもこのチームいますんでね松木クリューもいますんで本当ねまあメンバー構成は逆にトスと比べたらね本当ねまあ、えー、どんなメンバーで来るか読めない部分もあるというところでしょう。ちょっと怪我人がいたら申し訳ないんですけどもね中とこでそうそしてまあまだ日本代表に選ばれた長友選手もね いますんでさあ、えー、この試合どんなメンバー構成で来るかというとこでございましょうかね。はいでこちら これが、えー、両チーム数字的な話にはなってきます、トス一応こんな感じで、じわりじわりとシュート成功率がなんか高まってきてますよね,なんかね、もっと成功率悪かった気が、ね、するんですけどもね、えー、成功率が実はじわりじわりと上がってきているサガントスというところなんですけれども、実はリーグで一番シュート成功率が高いのは SC 東京の1位 14. 1、14.1%。 いうとこで。まあ両チームともね。こう。積極的にシュートを打つチームではない。成功率は高いんだけど、シュートの本数が。 少なくてまあこれ考えようによっていろんな考えができますけども、やっぱもうトスのサポーターからしたらねもっとシュートを打つシーンが見たいとか、これ、シートオーーはどうか分かりませんけどもね、という中で、やっぱ両チームとも確実にこう決めきるところでシュートを打つ、まあ下手なシュートは打たない、まあ、やっぱ下手にシュートというか、これなかなか難しいところで、ね、シュートを打っちゃいいって思うんじゃなくて、シュートを打ったことによって、その後、ね、えー、セカンドボール、跳ね返された後のセカンドボールを拾われてカウンターを食らってみたところがあるんで、まあ本当シュートって打てばいいってもんでも。 なくてまあこれはチームスタイルですよね、広島みたいにバカスコシュートを打つクラブもあればトス・エフ東京みたいに確実にこうシュートを決めきるところで打つ、まあ、ほんと手数少なく確実に決めきるっていうところでほんと決定機でしかシュート打たないみたいな、まあ、多分スタイルと、ね、特に FC 東えトス・エフシードは。 思いますんで、まあ、だからこそ、のねシュートの本数少ないけども成功率が高いみたいなところ、これ、突スは昨年のデータと近いですよね。昨年もシュートの本数は少ないけども、えー、成功率高いみたいなのが昨年のデータにはなりますんで、もっと成功率が高まっているのはいいことじゃないかというところでしょう。で、こちら。 えーっとこれが、えー、90分間観測の平均したですけども一応こんな感じですねまあ、都数は特に大きな変化はやっぱりまだないかなって SC 東京はね本当30メートルライン進入回数も 新、えー、入回数もねこの数字でちょっとね、らしくないというイメージですよね。なんとなく、クラモスキー監督ってやっぱポジション思考で保持していこうかなというところなんですけども、まあ、保持より非保持での戦い方をなんか選択してる、もちろんクラモスキー監督は別にこうね、まあ、保持にこだわるイメージがどうしてもあるんですけどもね、まあ、山形時代とか、ね、いろんな過去のゲームとかクラブとか見てるれ保持傾向の監督なんだけども、FC 東京来てからそんな保持にこだわっておりませんのでね。えー、さあどどうななるこうたらこの人はどんなスタイル 望むこことといううでしょうもう1年ですもんね、クラモスキー監督就任してね、ねでこちら、えー、今節注目選手というところで、まあ、両中盤、突、え、出、ー、は菊池選手ですね、えー、今年は14試合10先発で3アシストですね、前半戦、序盤戦はそんなこうレギュラークラスとしてはね、えー、出ていなかったんですけど、まあ、しっかりこう結果残してね、ね現在、ほんと絶対的な選手になっております。で いい松木リオ選手ですね、松木そ生、北海道出身だったんですね、初めて知りましたね、<laughs> え今季11試合、9先発で2ゴール、4アシスト、まあ、やっぱこれ得点とかアシストの得点関与がやっぱ目立ってはいますけれども、ただ一方で、ディフェンス面ですよね、ボールを奪って、そこから展開していく、まあ、自分で一つの流れを完結することができる選手にはなりますので、まあ、この松木のプレー、本当、いつまで見れるか分かりません、もしかしたらオリンピックが終わる頃には、海外に見たところもあるかもしれませんけど、さあ、この試合、両者、中盤。 まどう変わるかといったところでしょうかね。はい。いい抵抗度で以上です。さあ、えー、現地化さ非常に楽しみになってきました。え本、ー、当トス頑張ってほしいというところでございまして以上パラ分ンテユウサッカーチャンネルございました。よかったですます。その